味わってからだ。おう、表出や、キリュウ。踊るはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけえの。おう、早ついてこい。何すかしとんじ。ちょっと南雲くん。あ、いや、また後で弁償するけんの。ごめんってキヨちゃん。すぐに戻る。かばちたれが。二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。また後で来るけの。おいじゃ。覚悟はええか。おう、ええ加減舐めとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの、惚れた女の前で酷にされたままじゃカッコつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが運のつきじゃ。すかした顔して舐め腐ってから踊りや。おい、何じゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなれ、そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せ。今日から先踊れの予定は全部白紙じゃ。よーし、分かった。そしたら第一ラウンド終了じゃ。わしも体が温まってきたけ。
こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他の奴を渡れ。お前と違って俺は忙しい。お帰りなさい。ああ、どうにか間に合ったな。ええ。さあ、桐生さん、これ。いいよ、待たせたな。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。私を育ててくれたおじさんは昔、極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。夢じゃないのか。
はるかちゃん。秋山さん。先生に話聞いてきた。桐生さんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らならきっと大丈夫。乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？桐生さんが良くなったら沖縄のあの養護施設に、朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか。じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。そうね。なんやサツの旦那方、えらい怖い顔して。かんじゃら怖がっとんで。俺に用やろ。あ？脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。冴島大河、おとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。ちっ、クソが。なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや。後のことは頼んだで、兄弟。お前らが登場会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。な、何やと。警視庁の者です。どうかそのままで。え、桐生一馬をカムロ町での暴行傷害、並びに器物破損の容疑で逮捕します。元東上会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツをたどるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東上会もヤクザに変わりねえ。東上会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ
警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東城会の元四代目です。けど今回の構想を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか、伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ、人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの東城会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は東城会の下の連中は収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ、上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東城会の代表として逮捕するんですか。東城会の四代目ってだけじゃねえ、桐生一馬ってのは堂島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが仇から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、うん、おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まっとうな弁護士がつけば無所には入らずに済むはずなんだが、桐生の出方次第か。なんか歯切れ、俺も桐生とは今頃あいつが何考えてるか。ここは、うん、おじさん。はるか、俺がただ一人愛した女の忘れ方に出会った頃、まだ幼かったこの子は、過去、そして俺の親側、親が目覚めですか、四代目。大悟か。お互いみそうみ、ええ、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは弁護士と家族のところに、沖縄の、ああ、俺がこのままどう言い繕う、世間の目引いちま、俺は遥かにその覚悟があるとしても朝顔の子供たちは巻き込めない。俺が真っ当にあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るってな、はるかちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。桐生さんは本当にそれでいいんですか。俺ははるかに世間が注目しているからこそ、今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームのステージでハルカは堂々と、なら俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。
できたよ。ちょっとテーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はい。ほら、シロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ、シミュレーションだけ。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん、でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんで遥姉ちゃんが出て行かなきゃいけなかったんだよ。俺たち、はるかの件、綾子も今まで言い出せなくて。それはでも家族には本当。はるか姉ちゃんが俺たちの、俺全然気がつかなかったよ。そうか、まったく。はるか姉ちゃん何でも気にすぎなんだよ。おじさん、はるか姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たちはるか姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。はあ、あ、おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は SNS とか全然やってないみたい。そうか、はるかについてはとりあえず、もしかしたら何か遥かに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。あのさ、おじ、3年前だ。朝顔のみんなはよくしてくれるって。そう、もしかしたら俺が気づいていれば。おじさんは悪くないよ。でも、ああ。
ハルカをね。そうだな。知り合い。あいつならすぐにて。お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになって。おじさん、空き家。いや。え？電話がダメなら。でもそれじゃあ。そろそろ晩飯の。うん、それに。そうか。あのね、おじさん、おじさんが遥かお姉ちゃん。そんな子だから。うん。豆も、うん、豆、よし、はるかをね。はるかのこと。そうだと。おじさん、はるかのことは気にする。でも、はるかはそうしたら。わかったよ。じゃあ、行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ。おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。わかってる。三尾、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、泉、綾子、今度はそう長くは待たせねえ。俺もハルカも必ずここに帰ってくる。うん。そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。またこの町に帰ってきちまったか。おい、やっぱりキリュウか。伊達さん。いえ、なんだよ。まあ、たく、お前が出所する日は何度も誰からも連絡が来。まあ、でもよかったぜ。まっとうに年食っただけだ。そうだ、長かったな、キリュウ。よく、しかし、無所出た足で沖縄に行くかと。沖縄には、うん、伊達さんは殺しがあったんだ。
盗聴会の役カムロ町じゃ今中国マフィアと盗聴会とで。中国マフィアか。ああお前去年カムロ町で、ああその火事が盗聴焼けたのはアジア街の一帯だが、でそいつらと盗聴会の交渉されて警視庁は焼き、真島と堂島。何知らなかったのか。大吾が捕まったとすると本家の相談役だった菅井って幹部だ。面識はねえが。ああそうか。いやお前はもう盗聴会に関わる立場じゃ。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。遥はどうしてる。っていうかお前秋山のことを探。もっと言うと遥の居場所。遥は沖縄から。え、なんだ。俺も沖縄で知ったばかり。それで秋山なら遥のこと、はあ、実は秋山のん、しばらく休業してる。多分まだ聞いた話。何。すまんがそろそろ行かねえと。ああ一応言っとくが、なるべくなら行かずに。分かった、気をつけるよ。おう、いやまたな。久しぶりだな。もうびっくりさせないってことは。いやいいんだママ。あらそうなの。それよりそうなの、ここ最近いろんな本当に治安が悪くなってきちゃった感じ。桐生さんも気をつけて。ああそうだ。何かしら。秋山の居場所を知らないか。ああ秋山さんね、少し前に突然お変な事件に巻き込む。そうこの辺りで。え、はるかちゃん。はるかちゃんがどうかしたの。ずいぶん前の話だが、はるかが沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのははるかを探すためなんだ。そうなの。はるかちゃんとはここ。そうか。でもな、あとママ、それじゃ。